私が乗っているこちらの船、実は浮かんでいるのは名古屋城の水堀なんです。名古屋市が今日始めたのは、名古屋城の水堀を小型の船で周遊する社会実験です。水堀の水面から名古屋城を眺めることで、新たな城の魅力を発見してもらおうと企画しました。船にはガイドが乗っていて、こんな解説も。ちょうどですね、今皆さんの右手、長方形の石の長い方と短い方を交互に組み合わせて積んでいます。これを三荷積みと申します。壊れにくく丈夫な積み方です。実験は今日と明日の2日間行われ、名古屋市は2026年のアジア競技大会までに実用化したいとしています。